父ちゃん。おい。いやー、縁側気持ちいいね。やっぱり。父ちゃんがね、この枕でね、はい、忘れられない枕があるんだよ。で、今回出たこの枕がね、それにすごい近いかもしれない。はい、今回のネタがこれ、もちふわエアチップピロー。ピロー、枕のことだ。はい、ピロピロピロじゃないよ。いかがですか、寝心地は？いいですね。もっちりしてるっしょ。これはちなみにね、さちくんが今寝てるのが S サイズで、こっちが L サイズ。これってさ、子供がこうやってこんな抱き枕寝心地いいでしょ。うん、例えて言うならマシュマロ、これはね、じわーっといってこう戻る。低反発のウレタンってさ、手の形が残るでしょ。これがね、残らないタイプって言ってわかるかな。全体がね、じわーっとくるんだよ。ちなみにうち我が家にもう一個ある、昔からのこのいわゆるワシャワシャのね、ワシャワシャの枕。これはもう知ってる通りグッって感じなんだけど、別物です。このね、もっちり、ほんと商品名にあるもっちりした感じがね、めっちゃ気持ちいいんだわ。抱いても気持ちいいでしょ。これはね、その機構がオープンセル構造のウレタンチップ。なんのこっちゃ。詳しく箱に書いてある。べんべんちなみにこんな箱に入ってきました。いいよね、もちふわママやもちふわ。こっちちゃんと枕って書いてあるよ。これね、これ書いたんだよな。この中ね、これだ、呼吸するオープンセルフォーム。こんなんなってんだね。はい、ちなみにね、はい、これ来た時はこの中に入っておりました。はいでかくなったでしょ。そう来た時に圧縮されてて、出してから約広がるのに半日かかりますんで、ご使用の際はついでに一回干しちゃった方がいいかもしれないね。実は父ちゃんね、高校生ぐらいからね、非常に肩こり持ちでございます。だからね、枕が悪いと寝れないんだよ。詳しくはね、お母ちゃんが詳しいよ。結婚した当初、安い枕寝てたらさ、もう一晩中ずっとこう頭をカシュッカシュッカシュッって動かして、お母ちゃん眠れねえっつって怒ったんだけど、これどっちがいいの、これだからね、この枕気持ちいいんだけどね。はい、俺的にあれかな、 L かな、こっちだな、 L サイズ、うん、よいしょ。このね、頭をさ、うん、こう乗っけるんじゃなくて、こう肩から乗っけちゃうと、これすごい、こうすると気持ちいい。あー、もっちり、名前の通り気持ちいいんだよ。これ思い出せないんだけど、はい、どっかのね、ホテルかな、旅館かな、誰かんちかなでね、この枕あったんだよ。俺、あーと思ってふーっといくんだよ。気持ちいいよ。だから首だけじゃなくて、頭とこの肩と背中、うん、この形でずっとなってくれるから、これすんごい気持ちいいの。あー、もっちりまんまやん、マシュマロです。はい、これ試しに2段重ねしてどうなんだろう。こんな感じで、おお、沈む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 。おおすごい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 。ちょっとどう、もっと上だな、ここ。わーめっちゃ包み込まれる。うん、最後に気づいた、これ、はい、腰に入れるとね、セットで使うとね、すごいよ。おお気持ちいい理想的な S字になります。サトシどっちがいい？どっちもいい、どっちもいい。挟むあのね、抱き枕は知ってるけどね、なんていうんだ、かぶり枕、サンドイッチ枕知らねえぞ。